夢の続きを見せてくれるあなたのために、全て捧げて何でもすると、夜空に誓っても幸せに溺れて、胸が苦しい時には甘い時間を思い出して夢を見る、ただそれだけ繰り返しでよかったのに、なぜ否定拒絶気持ち枯れて終わりが今始まる、笑って笑って歪むほど感じる心はどこにあった？幸せ。